これは近隣の学校の東方です。さっき聞いたわ。のみならず、うん、聞いた聞いた。さっき読んだそれ。お。お、新キャラ来ましたね。野宮武氏が、カメラを手に取るようになったのは、主人、この子オープニングにいましたよね。俺が富武って言った子ですね。何年か前の理科準備室での事件がきっかけだった。あ、で、富武はもう別に日暮らし見てないですけど、なんかカメラマンっていうことだけは知ってますね。彼の班は、今週は理科室と理科準備室を掃除することになっていた。理科室よりは、理科準備室の方が面白そうな、そして怪しそうなものが多くて、ある意味人気が高い。彼はちょっとしたじゃんけんにより、その日は理科室準備室の掃除の権利を手に入れた。それ全然名誉じゃない。嬉しくないことだ。掃除の時間は、真面目に掃除をする生徒がいる一方で、ふざけて遊んでる生徒も少なくない。わかるわ、これ。俺もどっちかっていうとね、その真面目にする方だったからね。まあなんかな、わかるな、ちょっと気持ち。その日も理科室と理科準備室、そして廊下へとくるくる回りながら追いかけっこして、ふざけている女子の一群があった。あ、女子がふざけてんの？珍しいね、なんか。その時、彼はたまたま一人だった。掃き掃除を終え、自分一人が掃除していることに気づいて憤慨し、班の仲間を誰か呼びに行こうとしていること、ところだった。まあ、こういうのって、なんか、大人になってもある、ありますね。あるんですよね。ちゃんと掃除しない奴らって、どこの世界にもいるんですよ。再び女子の一群がキャッキャと話し上げながら、それこそバターになってしまうのではないかという勢いで、理科室から理科準備室を抜け、廊下へ駆け抜けていく。どんなスピードだよ。お、その時、彼女らの一群の最後の一人が、理科室の定番の人体解剖模型を肩で弾き飛ばして倒れた。定番なんだ。定番だよね。それは勢いよく床に叩きつけられるとバラバラになって散るばり。でも実際に人体解剖模型って今の学校とかってあるんかな？俺らの時もなんかあったか怪しいけどな。これ以上ないくらいに取り返しがつかないことを見せつけた。お、その女子と彼は一瞬怒ったことに呆然として動きを止め、そして目を合わせた。野宮武史とってみれば、それは目の前で起きた事故。野宮武史って言うんですよ。だから確かね、昔この子のことを俺宮武って呼んでたんですよ。わかりやすいんで。騒ぐつもりも、生やし立てるつもりもない。少なくとも自分は当事者ではないわけで。まあね、関わりたくないよね。彼女がどう先生に謝るのか、どう怒られるのか、それを気の毒に思うだけだった。もうね、関わりたくないのはわかる、すごい。だが、女子は気まずそうな顔を浮かべた後、そのまま廊下へ駆け出していった。おいおい、片付けろよ！本来の彼女の友人を追いかける仕事に戻った。全然仕事じゃねえし。後には、彼とバラバラになった人体解剖模型の残骸が散らばるだけだった。うわ、最悪。もうこういうのマジ最悪だと思うわ。なんで誰かのケツを拭かなきゃいけないんだって話ですよね。ここからがおかしな話になった。彼は彼女が人体模型を倒したと正しい主張をしたんだが、そうだね。彼女とその友人たちはそんなことをしていないと主張した。わあ、出た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 ！いや、それどころか、そもそも理科準備室にすら立ち入ってないと主張した。クズすぎ。宮武は、自分の目の前で彼女が人体模型を弾き飛ばした光景をはっきり目に焼き付けている。もしも可能ならば現像したいと思うくらいにははっきりと焼き付けていた。しかし女子たちは証拠があるならば見せろと反論する。なもんねえよ。じゃあお前らもこいつが倒した、宮武が倒したって証拠あんのかよって話だけど。目で見た光景は現像などできない。証拠はもちろんなかった。その女子たちは普段成績も良く、平均的に考えれば男子よりも女子の方が信用できる年頃だった。うわぁ、最悪だなこれ。その上、女子たちは多人数で口裏を合わせている。ははマジ滅べって思うわ。結果なんとしたことか。先生は野宮武史が嘘をついていると断定したのだ。うわ。別に原稿をもらうわけではないが、こっぴどく叱られた。とても悔しかった。うわぁ、これはもうそれはもう、いやもうね、悔しいっていうかもう怒りしか埋めばえんわ、俺だったら。もちろん嘘を吐いた女子も許せなかったが、それ以上に目の前で起こった真実を提示できなかったことが悔しかった。わー、なるほどね。人を憎んで、罪を憎むと。それじゃあ両方とも憎んでるわ。
人間は真実を見ることができても、その証拠が示せない限りそれを語ることができない。うわぁ、もう仕事とかやってもそうだもんね。わかるよ、宮武。つまり、人は真実を自らの目で見ることができない。写真に現像してしか真実を見ることができないのだ。もうだから、あらかじめにこう、何かあるときごとに写真撮ること大事ですよね。仕事してても思うもん。彼はその時を境に、真実を写真という形で切り取り、現像できるカメラというものに強い関心を持つようになった。そんな彼の、義憤だというかな、普通に。真実を追求する新聞記者やカメラマンに向けられたのは、若さを考えれば自然なものに違いなかった。あ、こいつもカメラマンなんですよ。メガネでカメラマンってもう完全に富武みたいな、イメージですけど。きっかけはそのようなものであったにせよ。彼は写真の世界に少しずつのめり込んでいった。しかし彼の義憤を納得させるようなスクープは、スクープ写真などそうそうお目にかかれるわけもない。そのレンズは次第に身近でささやかなものに向けられるようになり、いつの間にか日々の日常を切り取って残すことに、詩的な喜びを感じるようになっていった。ああ、でもいいんじゃないそれ。そんな日々は幸いにもやがて、悔しい免罪のことを忘れさせ、濡れ衣を着せた相手の少女の顔も、名前も思い出せなくしていった。え、そんなレベルで忘れるか普通。そして、クラスには彼以外にカメラに関心を持つ者がいなかったため、この使命は彼のアイデンティティを確立させるのにこの上で貢献した。彼イコールカメラという図式はクラスでは当たり前のものとなり、マジでフリーのカメラマンだ、この人。林間学校などでは報道係になる役目をもらって、特別にカメラを携帯する許可をもらえたりした。それは彼の自尊心を大きく向上させ、将来は写真関係の仕事についてもいいかもしれないと思えるまでになっていた。なんだっけ、南沢ってとこだっけ、日暮らしの舞台。そのうちこいつも行くんじゃないかって感じだな。でもカメラ持ってるってことは、親が買ってくれるぐらいには本当に普通に家庭環境は普通ってことなのか。むしろいい方なのか。あの、マリエちゃんと比べて。だからそんな彼が新聞部に所属することになるのは自然流れだった。あ、てかそうですね。この章、やっぱ章ごとに主人公が変わるんですよね。今回の主人公はこの、ね、宮武ってことで。彼は新聞部で最もカメラに詳しい人物として重宝され、顧問教師にカメラマンと呼ばれることに喜びを感じるのだった。いいじゃん。すごいしっかりしてるな。物質はとても古い。しかし、膨れ上がった生徒数を抱えるこの学校で、それを与えられているのはとても名誉のことで、新聞部が歴史あるものではなく、あることを暗に教えてくれた。もっとも机を囲んで部員たちがパイプ椅子に座るのがやっとで、あとは棚に溢れかえる資料や本、解放で合ってるよね。それを積み上げたものや古い機材、壊れた機材、誰がいつ持ち込んだものなのかももはやわからない私物などが雑然とし、捨てましょうよ。のみならず、カビやホコリの匂いを感じさせる実にカオスな物質だった。この新聞部ってさ、曰くありそうだね、曰く付きなものが。なんでもすっげえ古い歴史があるらしいぜ。戦前どころか開校の当時からあるという噂だぜ。どういうことだよ。次回の解放のテーマが決まらず、いつの間にか雑談となっている中で部長がポツリと言った。え、てか部長、え？ここ小学校だよな。宮武もなんか青いなんか名札みたいなのつけてたもんな。小学校で部長とかあるのか？あるか？いや、ね、ないだろ。そもそも新聞部って部活があるのか、まず。まあいいか。たけしは何かアイディアになるものが見つからないかと古い棚を漁っている。特に教室奥の棚は積み上げられた本の山のため、部活には近づけず、入ったら帰れない魔教とまで呼ばれているのだった。どういうことだよ。彼はそれにこそ何か珍しいものが眠っていて、いつまでも堂々巡りで終わらないこの会議に終止符を打ってくれるものと期待していた。この意味はどうだよ。何か面白そうなものは発掘できるか。その辺まで行くと戦前レベルのアルバムばっかだろ。そうですね。これすごいな。同じ教室内なのに、ここだけ明治の空気のような匂いがする。すげえな。さながら、教室内のタイムカプセルだよな。カプセルしてませんけどね。みんなキラキラと笑う。
アイディアの枯れ果てた会議に飽き、笑いの沸点が低くなっているようだった。部長の言う通り、この魔教の奥の棚にある本は非常に古いものが多かった。年号も大正どころか明治にまで遡るもの少なくなかった。すげえ。ついでにひっくり返って、干からびた怪しげな虫の死骸なども見つかる。わーへ。なるほど、魔教の名立てではない。お、なんか空気変わりましたね。ちょっと一旦時間確認していいですか？はい、確認してきました。全然大丈夫ですね。じゃあ、やりますか。お。たけしはそれをふと見つける。それは古いインスタントカメラ。インスタントの写真はすぐに色落ちしてしまうため、記録用には向かない。しかし、撮ったその場で現像させると、されるというお手軽感は、暗室を必要とする一般的なカメラでは味わえない。なんというのか、おもちゃ感覚を思い起こさせる。いつか縁があったら一台欲しいと思っていたが、今日までそれを手にしたことはなかった。おー、本当にカメラに興味持ったのだね。でももう一つ違和感。この物質の魔教の最新奥の開校当時の本の山の上に、このインスタントカメラは少しだけ違和感があるように感じられた。確かに古いカメラだったが、開校当時の世界観からは新しすぎる。にもかかわらず、この物質の最新奥に、最新奥でいいんかな？まるで、封印するかのように置かれていた。触れる。お、なに？ビリッと静電気を感じた気がした。臆病に引っ込めた手を、指をもう一度伸ばして触れる。ひんやりと冷たい感触。誰の名前もなく、学校の備品であることを示すシールもない。埃での汚れ具合から、ずいぶん昔に壊れ、過去の先輩の誰かがここに置き去りにしていったのだろうと考えるのが妥当だった。ひょっとすると電池を変えると動いたりしないだろうか。てか、インスタントカメラって電池なのか。電池か。いやいや、こんなにも古いものに収められたフィルムがまだ使えるわけもない。きっともう使用期限をはるかに超過しているだろう。でもこの捨てられた玩具をなぜかたけしは見過ごせなかった。ひょっとしたら動くかも。動かないなら捨ててしまえばいい。もしも動いてなら、普段とは違う感覚で使えるちょっとしたおもちゃになるかもしれない。部長、これ動くと思います？たけしはそのインスタントカメラを掲げながら、再び積み重ねられた本の魔境を乗り越えて部員たちの元へ戻る。なんだよそれ。汚いカメラだな。それ落ちてたのか？はい、一番奥の奥に。大昔の先輩の忘れ物ですかね。部員たちはそのカメラに何か面白いものを撮影したフィルムが残っていないか期待した。しかしこれはインスタントカメラだから撮影したフィルムは残らない。その場で現像されて排出されるから、過去の貴重な写真が見つかるというわけではないのだ。となれば、このような薄く汚れたカメラに好んで触りたがる部員もいるわけがない。彼らの関心は誰かが唐突に言い出したダジャレの笑いでかき消されるのだった。どういうダジャレ言ったんだよ。たけしはそんな彼らを放っておいてインスタントカメラに電池を入れてみた。本当にカメラが好きなんだね。動くと期待してない。それで動かなければ放り出す。100分の1の確率でも動けばラッキー。その程度の気持ちで電池を入れてみた。少しいじってみる。通電を意味するであろうランプがテカリ？驚く。さすがにテカルでやってるよね。テカルって言うんかな。まだゲラゲラと笑い合ってる部員たちにカメラを向け、試しにシャッターを切ってみた。固く思い手応え。でもパシャリと、心地いい音がした。まさか動くとは思っていなかったフルカメラが、撮影したのでみんな驚く。それはもちろんタケシも。そしてベロリとカメラの正面から写真が現れる。はじめ、そこには何も映ってないように見えたが、少しずつじんわりとその子に画像が浮かび上がってきた。お、すっげえじゃん。映ったぜ。何か心霊とか映ってないかよ。こんな怪しい写真機なら、そういうのがいかにも映ってそうだよな。まあそうですね。このショーでも多分妖怪が出ると思うんですけど、どうなんだろう。そういえば、卒業した先輩にそんな話を聞いた気がするな。この物質のどこかにさ、心霊写真を写すカメラが隠されているみたいな話。もう絶対これじゃん。
あ、俺もそれ先輩に聞いたことあるぜ。そのカメラでクラス写真を撮るとさ、いないはずの生徒が写るらしいって話。そういう話をしている間に写真の画像が鮮明になる。みんな頭をぶつけ合いながらそれを覗き込み、自分たち以外の誰かが写っていないか探した。もちろんそんな都合よく心霊写真にお目にかかれるわけもない。そこにはあっけないくらい当たり前の日常風景が切り取られているだけだった。期待外れなものだったかもしれないが、今日ここに集った部員たちの日常を捉えたささやかな記念写真には十分だろう。画像もそこそこに鮮やか。記録写真には到底思えないが、使えないが、玩具にしたら上出来だった。部長、このカメラ、少しいじってみてもいいですかね。いいんじゃね？持ち主もとっくの昔に忘れてるだろうしよ。かなり古い型みたいだし、修理部品もフィルムももう手に入らないだろうし、野宮が見つけたんだから野宮のでいいんじゃね？軽いなぁ。あっさりとこのカメラの新しい所有者は、たけしで決定する。彼らにとっては特別な関心のあるものではなかったということだろう。このカメラがどうなっていくのか。フィルムの残り枚数はあとほんの数枚しかない。玩具にするほども遊べはしないだろう。それでもこのカメラと自分との出会いは神様か何かの仕組んだ貴重な縁に違いない。妖怪じゃないですか。彼は前向きにそう考えながら昇降口に向かっていた。結局、解放のテーマはいつも通り無難にグダグダに決まった。しかもその案は一番最初に出てあまりに面白みがないので却下されたはずのものだった。それで決定しておけば無駄な時間を過ごさずに済んだはずなのに。まあいつものことだけど。時間は夕方、黄昏時を。大体色に染まる廊下に他の生徒の気配はない。遠くから体育会系の部活の勇ましい声が聞こえるのだが、それはとてもとても遠く感じて、むしろ廊下の寂しさを煽った。だから人にぶつかるわけもない。僕はカメラいじりに熱中しながら目線をカメラに落としたまま歩く。おい！なので突然目の前に人がいることに気づいて僕は飛び上がって驚いた。あんたか。その拍子にカメラを手から落としてしまう。このカメラはキャッシャーなものだ。落としただけできっと壊れてしまうに違いない。キャッチ！しかしそのカメラはまるで羽根つきから何かで優雅に打ち返すような仕草で、眼前の女子生徒はカメラを受け取った。おお、間一髪だった。まあ読みて歩かないとね。落とすのはカメラじゃない。すまないかもしれないわよ。何縁起でもねえこと言ってんだよ。その女子はとてもとても優雅な仕草でそう笑った。話しぶりや雰囲気からひょっとすると上級生かもしれないと思った。謝る仕草をしながら名札を見るが、雨か何かで滲んだようになっていてよく読み取れなかった。ははまさかと思うけど、彼岸花が出てきたってことはあれか、この子ももしかしてあれか、マリエちゃんみたいになっちゃうか。それは相手が自分より年齢が上か下かによって対応を変えようという行為だったが、彼女が上でも下でも関係はないだろう。ぼんやりしていた自分の方が悪いんだから。たけしはとりあえず相手の学年は問わず敬語で謝る。どうもすみません。あとカメラを受け止めてくれてありがとう。おーい、人ができてるな。いいえ、これ面白そうなカメラね。あ、わかりますか？インスタントなんですよ。撮影してその場で現像できるタイプなんです。だいぶ古い方みたいですけどね。こうやってね、ちゃんと初対面でもね、相手がこう上でも下だろうが、敬語使うってところにね、すごいね、尊敬の念を抱くわ、俺は、宮武に。古いものには色々なものが出ることがある。そのカメラ、普通のカメラには映せないものが映せてしまいそうね。わかりますか？写真部の先輩が言うには、心霊写真を写すカメラが物質に隠されているって噂があって、これがそれかもしれないなんて話をしてたんです。そうよ、それがそう。もう断言した。え？彼女は薬と笑う。風もないのに彼女の長く美しい髪がふわりとなびいた気がした。写真は残酷よね。真実を永遠に記録に残す。でもそれが本当にいいことなのかは誰にもわからない。人の死体は腐り、虫を募らせ、復讐を漂すかもしれないけれど、やがては野に帰って綺麗に消え去る。もしも腐らない死体があったとしたらどう？おう。
永遠にそこに無様な死骸を晒さなければならない。私は嫌よ。死んだら誰に食いちぎられようと勝手だけれど、無様な死骸をいつまでも晒し続けるなんて耐えられない。あ、そうなん。耐えられないって読まないんだよな。あれなんだっけ。前調べた気がしたけど忘れたな。だから剥製や写真がどれほど残酷かわかるでしょ。たけしは少しだけ馬鹿にされていると感じた。確かに彼女の言うような残酷な使い方もカメラは可能だろう。だからカメラ感には倫理、カメラ感じゃない。カメラマンには倫理が必要だ。映していいものと悪いもの。その見分けをつけて、いいものだけは語り継がなくてはならないのだ。ああ、偉いな。立派な考えね。そこまでしっかりしてるのなら、そのカメラはあなたに託す価値があるわ。相変わらず直接脳内に読み取りますね。いろいろと遊んでみなさい。きっと楽しいから。クスクスクス。彼女はまるでこの写真機のことをよく知っているように見えた。もちろんそんなわけあるはずもない。なんで？それは多分僕の気のせいだな。まるでこのカメラに何かびっくりするような仕掛けではあるのを知っているかのように。知ってるでしょ。彼女はクスクスと笑いながら僕の脇を通り抜ける。黄昏色に染まる廊下を歩む彼女はなぜかとても神秘的に見えて、僕は無意識のうちにカメラの、彼女の後ろ姿をファインダーに捉えていた。間違えた。おい！すると突然、すぐ近くの窓ガラスがびしりと鋭い音を上げた。びっくりしてカメラを下ろしそれを見る。どこからからボールでも飛んできて窓ガラスにぶつかったんだろうか。そこには蜘蛛の巣状のひびが入っていた。気づけば彼女は振り返り自分をじっと見ていた。あ、まだいるんだ。無断で彼女の姿を撮ろうとしたのを不愉快そうに思っているように見えた。ダメよ。何を撮るのも自由だけれど、私を撮るのはやめなさい。せっかく驚かしたいと思っているのに、これで驚かれてはつまらないもの。なんだそりゃ。ごめん。彼女が何を言ったのかよく意味が分からなかったが、とりあえず怒られたことだけは分かった。彼女は廊下の向こうに立ち去り、僕とカメラだけが静寂の廊下に残されている。このカメラには何を映す力があるというのだろう。おう。じゃあ、場面も変わったんで、ここでパート切って大丈夫かな。じゃあ次回はこの2章ね。まあ、野々宮武志くん、宮武のね、ストーリーを見ていきますので。続きもよろしくお願いします。じゃあまた次の夜にお会いしましょう。さよなら。